栄光はもう目の前まで来ている。タウラス杯決勝、一番人気はもちろんこの子。ここまで無敗、三冠馬娘アイネス夫人、この評価は少し不満か。二番人気はこの子。ここまで無敗、三冠馬娘6番グラスワンダー、注目の。ここまで無敗、秋の三冠馬娘1番オグリキャップ、1枠1番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。アイネス夫人快調に飛ばして行きます。先頭はアイネス夫人、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはミホノブルボ、その後3、4馬身開いて9番オグリキャップ。第1コーナー回って第2コーナー、さあ花に立ったのはアイネス夫人。このままリードすることができるか。差がなくミホノブルボ、早くも激しい競り合い。さらには9番オグリキャップ、1馬身離れて1番オグリキャップ、5番手に6番グラスワンダー、そしてその後ろから行くのは2番グラスワンダー、さらにはアグネスデジタル、そして4番ゴールドシップ、内の方から3番ゴールドシップ。ミホノブルボン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ミホノブルボン、彼女の客室には合っていますね。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ16馬身、前から大きく開きました。隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。順位を振り返っていきます。先頭は変わらずミホノブルボン、続いてアイネス夫人、さらに9番オグリキャップ、さらには1番オグリキャップ、2馬身3馬身開いてアグネスデジタル、あとは6番グラスワンダー、4番ゴールドシップ、並んできた。残り 1000m を通過、そしてその後方には3番ゴールドシップ、1馬身離れて2番グラスワンダー。意気揚々と先頭を行きますミホノブルボ。どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、大手焼きを越え4コーナーへ。まだ死ぬな。ここから先頭を捉えるのは出てくるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはミホノブルボ。栄光まで400、外からアグネスデジタル、驚異的な末脚、抜け出したのはミホノブルボン。だが後続も追いすがる。アグネスデジタル並びかけてきた。残り200、足色は衰えない。アグネスデジタルリードは2馬身、先頭はアグネスデジタル、変わらない。アグネスデジタル1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。勝ったのはアグネスデジタル。タウラス杯の栄冠を見事に掴み取りました。2着には6番グラスワンダー、3着ミホノブルボン。